この内側にある土踏まずと反対側、この小指側にも実は土踏まずってあるんですが、この外側の土踏まずがうまく使えてない方が多いです。こんにちは、痛みと姿勢の外来主任の石田です。動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、前回ですね、足を細くしたいなら、まず足の指をしっかりと伸ばしてみてくださいっていう話をさせていただきました。そうするとですね、それを見てくださった方から、指伸ば体操しっかりやってるし、指伸ばソックスも履いて、指はしっかり伸ばしてるんですけど、他に何かケアはありますかっていうふうに聞かれたので、外来でおすすめしている、ケアを今日は一つだけご紹介したいと思います。もちろん指伸ば体操や指伸ばソックスで指をまずは広げていくっていうことがベースにあるんですが、まあ、それをやっててもなかなかこう効果が現れないなっていう方、多くの場合、今日ねちょっと足の模型持ってきたんですけど、この内側にある土踏まずと反対側、この小指側にも実は土踏まずってあるんですが、この外側の土踏まずがうまく使えてない方が多いです。で、まあ、そこの土踏まずが使えなくなる原因っていうのはもちろんいろいろあるんですが、内反症指だとか、鏡指だとか、指の変形ですとか、あとは、ちょうどですね、この小指のところをぐーっと下がっていくと、ここ、カクンって凹むところがあるんですよね。で、そこに立方骨っていう骨があります。その立方骨が地面の方に向かってこう、落ちちゃってると、もちろんその土踏まず、アーチが落ちてしまうので、まあその立方骨がちょっと変異してるだとか、あとは小指を外側に広げる小指外転筋っていう筋肉があるんですけど、そこが、過剰にギュッと硬くなりすぎてて、うまく働けない状態だとか、まあいろんなことがあるんですけど、今日はですね、そのさっき言ってた、ここ立方骨っていうところ、小指側をツルツルツルーと降りてくるとガツってこう、凹むところがあるので、そのガツって凹んだところを、ご自身の親指だとか、まあ、手の、拳の部分でもいいと思うんですけど、ちょっとこう、ぐりぐりぐりと優しくマッサージしてください。あんまり強くやりすぎると痛いと思うので、まあ、本当に優しくやってみてください。で、まあ、親指でやるのがいいかなと思います。まあ、手でやるのがちょっとめんどくさいなっていう方は、ゴルフボールとかがあれば、地面に置いて、ゴルフボールをですね、そのあたりコロコロコロと転がしていただくと、まあ、立方骨の位置が、それだけで戻るっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、小指外転筋が少し緩んでくれたりだとか、外側のアーチの働きが少し改善されると思いますので、まずは美脚を目指して、足の裏コロコロゴルフボールでマッサージするなり、親指でグリグリ押すなり、ちょっとやってみてください。ではまた次回、足をきれいにしていく、まあ、美脚のための、セルフケアその2っていうのをお伝えしたいと思います。